今日お願いします。お願いします。じゃあ行きましょうか。はい、リアルクリスです。何なんすんの今日。今日は過去の動画を見てたんですけど、あ、リンクリンチャンネルね。クリスのアルバイト失敗談、あの話がちょっと個人的に好きでさ。そうか、ちょっともうちょっとアルバイトの話聞いてもいいですか。あ、なんか雨降ってきたな。そう、降ってんな、うん、ちょっとだけ。アルバイトはいろんなもしてて。なんで笑ってる。いや、なんかまたアルバイトの話かと思って、うんうん、アルバイトは、一番最初はピザ屋さん。このピザ屋さんも実はあの本命じゃなくて、っていうのも俺本当にさ、ピザ屋さんをバイトするまでいろんなバイトを面接落ちまくってて、某コンビニ、有名コンビニも落ちたし、お家の近くのさ、お家の近くに3つあったわけよ。もうまあいいや、ファミリーマートとローソンと、あの時はココストア。めっちゃ言うじゃないですか。うん、別に全部落ちたばて。すごくない？なんか今さ、面接もしたの？落ちた落ちた。今さ、めっちゃなんかバイト募集みたいやってるさ。俺あの時ガンガン受けたのに、あの時だから人気あったんだすな、みんな。うん。全部落ちてさ、なんで落ちたのかって。でもしょっちゅうもうコンビニ行って、あのバスケ引退してから高校生でね、部活ね、部活みんなバイト始めたから俺もバイトするっつって、アグレとかあの時ルーキーとか取ってから死に電話したけど、マジで落ちるわけ。いや、バイト募集してるんじゃないわと思って。なんでかな、みんなも仕事できないの分かったはずな、なんか面接して。で、そのピザ屋さん、北中城の島袋にあったピザ屋さんが受かったのは、実はあの飛び込みで行ったわけよ。もうバイトしたくてしょうがなかったから、あのすみません、バイトさせてくださいっつって、ピンポンとか、ピンポンじゃないわ、ガラガラガラっつって、どっち、あっちはいらっしゃいませっつったけど、バイト募集してますかっつって。今考えたらすごいよな。なかなかこんなやついないさ。で、入ってみてどうでした。あ、一応厳しかったよ。厳しいって俺が多分できなすぎたんだよ。で、どんな業務内容なんですか、ピザ屋さんって。基本配達。なんで笑ってんの。基本配達なんだけど、まあ1週間ぐらい先輩と、1週間じゃない、4日ぐらい先輩と一緒に、付きっきりであの配達とかいろんなことをしてたんですけど、まあ初めての一人での配達の時に一発目でやらかしてしまって。何したんですか。場所わからんかったさ。でも配達の、配達行く前に前輪の地図見てから、そうそうそう、あの時って調べたりとかしてその場所に行くのが普通じゃないですか。今だったらみんなも iPhone とか持ってるさ、 Android とか。あの時みんなもガラケーだったわけよ。ああ。だから、大きい沖縄の地図ね、前輪っていう沖縄の地図があって、それ見て、注文がありました、それ見てパシャパシャって携帯で撮って行くわけよ。で、その俺が一発目の時が、結局配達って、ごめん順序間違えた、結局配達って沖縄市だったら沖縄市合わせ2丁目なんとかって分かるわけよ。分かる？そこら辺行ったらもう書いてあるわけよ。わかる？意味わかるでしょ。うんうん、沖縄市、中野町も歩くはず、なんかいろんなお家に書いてあるじゃん、ヒントが。わかる？え、ヒントがあるやし、いっぱい、なんかこう何丁目とか貼られてるよね。貼られてさ、壁に。で、人生で初めての一発目、一人での配達が沖縄市の小社だったばて。小社ってあざばい。わかる？なんすか？沖縄市小社ってなんすか？アザバよ、あれ。だからヒントないわよ、どこにも。わかる？だからマジで前輪だ頼みっていうか、地図頼みっていうか。あ、伝わるかな、これ。うんうんうん。だからもう
管で行くしかない。まああの時アパートだったんだけど、本当にアパートがなくて沖縄市小社も結構前ないし、うん、小社っていう場所があるんですよ、あの合わせにね、合わせの近くか、合わせかも、あれは本当に見つけれなくて、で30分ぐらい、あ、小社に着いて30分経っても無理だったわけ。ピザって早く届けないといけないさ、小社に着いて30分経ってマジで泣きそうなんだから、自分のピザ屋に電話して、見つかんないです見つかりませんすいません、あのちょっと地図見てもらえますかって、今僕この辺にいるんですけど、多分もうピザ屋の社長も結構厳しいから、知らん、自分で見つけてっつってガチャって切られてさ、今考えたら冷たいよね。で、あのそっからまた30分ぐらい探したけども無理だっけ、心も折れてたしマジでない場で、アパート名もどこにも書いてん場で、もうそれから俺思ってんだけどさ、全国のアパート分かりやすくも大きく書けやって話、うん、何をアパート名え、でも結構書いてるとこも多くないですか、書いてないとこもあるわけよ、沖縄市こじゃ書いてないとこもあったわけよ、どこ今は増えてるかもしれんけど、まあ、とりあえずなかったのよ本当に。でもう小社について1時間ぐらい、見つけれなくて、うん、もう、注文した人からもクレーム来てて、でもう先輩、来てくれて、もうその時もう半泣き俺そしたら、まあ、すぐにもう5分ぐらいで、俺がいる場所から普通に5分ぐらいでバイクでブーンっつってで着いて、で届けますっつって、そして今回お代はいらないのでまた頼んでください、申し訳ございませんでしたって。何何、そしたら先輩土下座してるわけよ。あ、でそれ横でね、それ見てて、うん、本当すいませんでしたって、俺立って謝ったからヤーマやれやって言われたヤーマやれやって言われたお前がやれって言われた懐かしいな、すごいな、楽しいの失敗談は。大好きです。なんでよ、めっちゃエネルギー感じます、なんかクリスから。これでご飯食べれる？いや、ずっと見てられますね。おかずいらん、死に好きです。なんかクリスにとってアルバイトってなんすか？下積みだから、本当に人生経験できるというか、成功したことないアルバイトで、まあ、怒られまくったよね。何系が難しい？例えば注文を取りに行くとか、皿洗いとか、補充しといてとか、いっぱいこのいろんなことが起きるじゃないですか、アルバイト中の4時間5時間って。何が一番きついですか？本当に教える、本当のこと教える、見られるの社長とかに見られながら作業するのが一番ダメ。なんかあったんですか？うん、ピザの箱畳んでって言われて、はいっつって畳むわけ。ああ、皿洗いでも何でも隣でこんな人見られてたわけさ、嫌だ、なんかやる気なくなってくるよ。それめっちゃわかります、うん、何ですかってもうなんかいつもの自分が出せないっていうかさ、うん、それアルバイトだけ、その見られてから作業がやりづらいってのは仕事中なのか、それともプライベートでもたまにそういうことってあります？あんのかな、あれに祭りとかでなんかそういう知り合いとか、別に知り合いとかも今も慣れたけど、最初らへんは自分に自信がないんだはずだから、自分に自信がない時にその友達とか、知り合いとか来たらちょっと滑ってる自分見せたくないから、プライドもあったし、だから嫌だったはず。今でも全くない、多分自分に自信があるからかな。なんか見られてから終わりじゃないんだ